はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員靴沢亮でございます。コロナでですね、牛乳の需要が減少したそうであります。まああんまり飲まなくなった。おかしいな、みんな家にいたのに牛乳飲まにいいのか。年末年始に大量廃棄の恐れもあり、岸田政権はですね、牛乳乳製品の消費拡大のため支援で 8.4 億円、需要安定事業に37億円を投入することを決定しました。この37億円の中に 8.4 億円は含まれるということであります。岸田総理、牛乳飲んで、いつもより一杯多く飲んでとお願い。総理がですね、特定の農産物の消費を呼びかけるのは異例とのことであります。したらね、元旦なんかやってる米、米食ってん、スパゲッティとかラーメンとか食ってないで米食ってよんって総理がお願いしてもいいぐらいの話なんですけどね。ネットの反応です。なんで牛乳ばっかり。そりゃそうだ。なんでこの業界だけ救済されるの。値下げしないくせに飲め飲めとかおかしいって、必要以上に飲むとかそんな無理。食品の消費がそんな急激に変わるわけないだろう。税金投入して値下げすればいいだろう。値下げしたくない、捨てたくないって共産主義かよ。というような意見ありました。1年間乳製品の消費税をゼロにしますとかですね、こういうアイディアは絶対言わないのな。なんでだ。出ても消費財務省に潰されてっかもしんないんですけど、牛乳の消費税が 10% で新聞が 8% で納得いかないですよね、これね。環境破壊の新聞、紙の新聞、木切って紙作ってガソリン使って配るっていう環境破壊そのものの新聞なんか100でもいいし、消費税ね、重い重い環境税かなんかかけてもいいぐらいなもんですね。乳製品、私が一番好きな乳製品はカルピス。一番左のプレーンしか飲んだことはありませんけれども、今こんなに種類あるのがちょっとな、試してみたい気にもなってきたな。いくら総理がお願いしてもですね、需要がない売れないっていうのは市場原理ですよね。これを軽視するのは共産主義ですよ。まあ、神の手に下がらん。アダム・スミスでしたっけ？需要と供給の神の手。っていうですね。特定の産業といえばですね、悪夢の民主党政権で思い出すのは、超円高で半導体の LP だが潰れそうですって報告受けた時に、悪魔どもは、半導体なんか韓国から安く買えばええがな。と、突き放して LP だ倒産と。以来ですね、半導体の覇権は中国、韓国、台湾に移ってしまった。まあ今思い出しても腹が立ちますね。あいつら絶対許さんし、許せんですね。まあまあ、総理が特定の農産物の需要を訴えれるんだったら、米食えって言ったらどうかな。減反だなんつって、多額の補助金出してないでね。日経新聞記事、大卒外国人の採用、高い日本語力要求が壁に。企業が求める高い日本語力を満たす高度外国人材は4割に満たない。日本語での意思疎通を前提にした最小採用方針が外国人の活躍の機会を失わせているなんて書いちゃって非難豪々でした。ネットの反応です。ちょっと何言ってるか分かんない。当たり前だろうな、何言ってんだ。日本で日本が通じないから悪いと。この記事書いてさ、頭おかしい。アメリカだと英語話せなくても雇ってくれんのか。移民の次は日本語禁止か。日本語の法律を理解できないのが来ても困るだろう。まずは日経新聞が日本語できない外国人を雇えと。日本語わかんないでどうやって客が求めるものを理解すんのか。そんなのが高度人材って呼べるのか。まあ日経新聞頭おかしいですよ。アメリカで働きたいなら高い英語力が必要なのは当然ですよね。高い日本語力を持たない外国人も雇えって
あの日経は言ってるわけですからね。現地の言葉がわからないと応募すらできないでしょ。4割に満たないって言うけど、逆に言うと6割の外国人は日本語も超ろくでねえくせに日本で働きたいってずうずうしいこと言ってやがる、いう話ですね。何しに来たんだ、働く気ねえだろ、なんだあの日本の福祉のただ乗りが、それが目当てが、いうような、あ、邪推じゃない推測すら成り立ちます。むしろね、もともと高い英語力がある方がですね、アメリカで働いてみっかな、こういうパターンもあるでしょ。例えば留学しててですね、実は私の甥っ子アメリカに留学してまして、現地のね、まあ、地方局のローカルラジオの、DJ のバイトとかやってたんですよね。もうペラペラだったんでしょうけどね。日本語を否定して外国人が暮らしやすい、働きやすい日本にすることは、相対的にですね、日本人の権利が弱まって、日本人は暮らしにくい、働きにくい日本になっちゃうよ。日本語できねえ外国人も、はい、じゃあ、企業側が、なんか努力して我慢して雇いますっつったら日本人の職を奪っちゃうもんね。否決された武蔵野市外国人投票条例がもろにそれですよ。外国人の権利を強めれば相対的に日本人の権利が弱まる。そんなのね、売国以外の何もんでもねえからね。まずは日経新聞で日本語できない外国人をですね、大量に雇って見本見せろって。よくね、外国人の生活保護の、いう話になると、いや、かわいそうだからって言うやついるんですけど、じゃあ、おめんちで引き取れや、そんなにかわいそうなんだろや、の一言で反論済みますね。そういうやつは、税金使って養うのはいいけど、俺が養うのは嫌だ、俺ん家に住まれんのは嫌だ、そんな奴らばっかですからね。日経新聞も多分この手合いなんだと思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。